この話をするとなんだか懐かしい感じがするんですよね。というのもこの話は私の死んだおばあちゃんが話してくれたんですよ。私のおばあちゃんは新潟の生まれなんですがね、このおばあちゃんが若い頃の話なんです。おばあちゃんの近所に一人暮らしのおばあさんがいたそうで、その方一人息子がいたそうなんですが、どこに行ったかわからない。それで一人暮らしなもんですから、おばあちゃんの家の人間がたまに面倒を見てたそうなんですがね。で、やはり年が年なもんですから、体を悪くしちゃったんですよね。そうなりましたら、このおばあさんが家の扉を開けっ広げで、布団を敷いてそこらにガローンと横になって外を見てるそうですよ。外を出歩く力ももうないんでしょうね。外を歩く人間が、こんにちはって言うと小さな声で、こんにちはっていうようなもんで、気の毒だな。体の具合もあるし、出歩く力もないんだろうし、とは思うんですけどね。みんなも仕事があるもんだから、なかなか面倒見れないわけですよ。そんなある時なんですけど、これはおばあちゃんが見た景色なんですよね。雨がざーっと降ってるんですよ。前を通りかかってみると、戸を開けたままでおばあさんが横になって布団になってるんですが、なんと傘差しに寝たって言うんですよね。雨が降るもんだから寝ながら傘差しに寝たって言うんですよ。気の毒いなーって思ったって言うんですよ。で、いつの頃からか、そのおばあさん布団に横になったまま天井に向かってなんか話してる。それを見たみんな、あのおばあさん、とうとうあんなになっちゃったな。話す相手がいないもんだから、天井と話して、何の話をしてるんだろうなって言ってたそうなんですよ。初めのうちは通りかかるとみんな挨拶ぐらいはしてたんだけども、そのうち誰も挨拶はしなくなっちゃった。なんとなく隙見悪いわけですよね。で、そうこうしてるうちに、あのおばあさん、もう長くはないな、とみんなが話してるうちに、悪い人がいるもんで、おばあさんとこに来ては、悪いね、これ借りてくよって、いろんなものを借りて、持ってっちゃう人がいた。借りていくんじゃない。借りていくっつって返さないわけだ。体のいい盗人なんですよね。でもおばあさんは動けないですから、そのままやられ放題ですよね。そのうち気の毒に、このおばあさん亡くなったそうですよ。身寄りがないもんですから、どうにかこうにか近所で掃除機が出したんでそうなんですがね。で、これからのこともありますから、みんなで集まって、その家で相談してたら、そのうちに誰かが、ああ、この天井見ながらいつもおばあさん話をしていたよな、って言ったそうなんです。それでみんなが天井を見てみると、古い家ですから、天井は染みだらけ。神が相当思ったんでしょうね。おい、ばあさん、染みと話してたんだろうけど、これよく見てみろよ。みんなが天井を見たときに、うーっと思った。天井いっぱいの染み。それがみんな人の形をしてたっていうんですよね。不思議ですよね。